横浜で NA、 ついに若手正捕手が誕生する。その人物は山本選手。優秀な成績を残しています。峰井抜けてよかったわ。もともとプロスペクトランキング上位やった一軍ではダメな期間あったが、なぜか若手扱いされてない時あるけど坂倉より若いんだよな。松尾くんを二軍でじっくり育てられるな。若月は出ないと思う。森友を外野に追いやる勢いやし、そもそも森自体打力を求めて取ったけど、峰井残ってたら出番もらえてないと思うとゾッとする。戸柱は実力以前に来年35歳やし需要あるかとは思う。戸柱が出荷されたらセルフ戦力外になる可能性ある。最低浜が手あげるか。中日の捕手は数少ないストロングポイントやろ。木下宇佐美がいる指導考えてもいらん。今の時代専門の人がスカウティングしてるだろ。今日ホームラン打ったあゆから見たら北村からで草。松尾2軍で390打ってるんか。谷繁の幻影とか古田の幻影とか阿部のとか贅沢よな。正直そういうのが一人もいない球団もいくつもある。ご視聴ありがとうございました。